どうもエル歌舞伎のエルウダです。はい、どうもネロリアン一です。ということでね、はい、ジョイマンの高木さんがですね、高木さん、はい、ゆきじゃん XO じゃんというつぶやきをちょっとされていまして、うわあ、それで気づきました。あ、XO じゃんってあったなっていうのね。ちょっと懐かしい、うん、なんかね、料理の鉄人とかでよく取り立たされた、うん、なんか美味しそうだなってずっと思ってて、うん、東京 X って舞台いたじゃないですか昔、うん、なんかあれと XO じゃんは忘れられない。ちょっと僕らは、うん、僕は何か勘違いしましたね。何ですか？文字数とかって合わせなきゃダメかなと思ったんだけど、はいはい、XO と雪だもんね、はい、ちょっと僕は間違ってた、ジャンの方で行くんだみたいな ねそうじゃあ雪じゃなくてもいいじゃん、俺はちょっと考え方が頭固かったな。だからストックできるんですよ、雨じゃんでもいける。雨じゃんでもいいんだよ。ちょっとね、頭固いわね。謎謎みたいだねこれ。と思ったら、はい、雪かいガッデムとつぶやいてる、はい、なんか人もいますね。ガノでいいだろ。あ、ガノ正弘さん、蝶野正弘モノマネ芸人ガノ正弘さん、正解。さすが。もう今もう準レギュラーですから。もうあとはね、はい、スタジオジブリのね公式ツイートがこれはね、はい、もうちょっと俺は嫌だなって思いました。逆にもうちっちゃいトトロ、どこに向けて、ちっちゃいトトロのぬいぐるみがちっちゃい傘さして、うん、雪が降ってきましたっていうので、うん、で、そりゃお前いいねつくやろ。いや、それはお前と思ったら、スタジオジブリ公式ゼロフォローみたいなね、うん、フォロワーはめちゃくちゃいるけど、はいはいはい、尖っとんかいみたいな。いやだから長州力と同じ感じ、長州力の感じですかね、うん、トランプ大統領がね唯一フォローしてたけどもいなくなっちゃって、なるほどね、というのありましたけれども、はいはいはい、なんか誰かがね、あのスタジオジブリのね、あの特集みたいな、うん、で宮崎駿さんが座っててスタッフさんが隣にいて、うん、で下にテロップで「かけよ」って出てて、うん、かけよ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 っていうね、かけよ、うん、あの書いて出てて、えあの描けよって書いて、かけよ、はい、でそれをあの誰も何も知らない友達がこれを見て、うん、宮崎駿もういい年なんだから働かせるなよって言っていたっていう、その逆だと思ったテロップだけ見てっていうつぶやきが。あ老人虐待だと思ったっていう。そうね、なるほどね。逆なんで完全に、はい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 、ね、というようなことが、ありました、うん、で雪が降っている、雪が降ってきたみたいので、もうトレンドがもう占拠されまして今、はいはい、まあ、今季暑いじゃないですか。うん、あ、そうかもね、うん、で僕もね急いで雪に絡めて、うん、雪ぽよでつぶやこうとして一応検索したらもう2人に抜かれてましたね。もうやっぱいるわ、ね、一般の方2人いるわな、で立ったというちょっと悔しいなという、うん、いうようなことなんですけども、うん、ちなみにですね、雪ぽよさんのね、はい、まあ、結構大きいニュースになりましたけど、うん、まあ、コカインで逮捕された男性と、はい、まあ、ちょっとかちょっと家に出入りしていたみたいな、だけどこう別に交際があったわけではないと本人が言っている、はいはいはい、で地元の先輩が紹介してくれたので関係を切れなかった、うん、と言ってるけど、これ一般の人のつぶやきですよ、うんうん、みんなが幻想を抱いているほどギャルが自由で伸び伸びとした存在ではないことを表しているなというつぶやきが、はい、これはもうかなりバズっていて、うんうん、もう僕もこれはあ、そっちの観点で言ったかと、はいはいはい、いろんな見方ありますね。俺はヤンキーで好き勝手やっていくんだとかね、はいはいはい、あ、俺はもうあのギャル王だからとかって見えるけど、いや別にそれはね、うん、別に免罪符でも何でもないから、ね、やっぱりその派閥に入ってしまうあのチーム、ー地元一匹狼だったらね、まあまたこういいのかもしれないけども、はい、実はそこにもサラリーマン社会みたいなね、うん、あるのかなみたいな、ちょっとね、うん、だから芸人もそうですよね、うん、芸人っていうね、うん、あの名のサラリーマンがいっぱいいますからね、いますからね、はい、ねえ、というようなね、ちょっとこれをね、後輩の方から気使われると、うん、はい、それはそれでまた僕も鬱陶しいなと思います。なるほどね、はい、僕もこの前後輩にね、普通に年末ぐらいにちょっと会ってライブ一緒になって、うん、で、ちょっと話して初めて喋ったのかな、うん、かなり年齢も離れてて、うん、で、なんか写真もね、その2人がライブで優勝したから撮ってて、うん、で俺がなんか強引に入ってて3人で撮って、はい、でいや、ごめんごめん、冗談だから2人撮りねえよって言ったら、 なぜかその3人のやつを優勝で挙げてくれて、はい、っていう子たちとの年をまたいで会って、うん、おーっつって俺の記憶が曖昧で、うん、あれ今年会うのはずだっけみたいな言ったら、うん、すいません、明けましておめでとうございますっていう、俺が今年会うのはずだっけパワハラみたいな、そうそうそうなっちゃうから、このそういうのはそのパターンがね、うっとしいんですよ、明けおめパワハラみたいになっちゃって、あ、そうですねでいいんだよね、ごめん、いや、そういう意味じゃねえんだよって言ってんだけど、はい、もう何言っても後の祭りみたいな、はいはいはい、感じの、あれは悲しく、だから逆にパワハラだよな、下からな、いや、俺はちょっと自分の、うん、なんかね、も
もっとうまくできねえかなっていうのはちょっと。ああ、なるほどね。なんかね、俺も逆だったから分かるんだよね。はいはい、はい、そう。上司としてどうする？ちょっとね、なんか上司として。そうね、上司ですから上司としてどう返すかね。その子たちが兄弟一つのリップグリップってコンビの子たちでやっぱりこうね、難しいね。付き合いをなるべく避けてこようって思って始めちゃったもんで、お笑いを。はいはいはい。コミュニケーション術が未だによく分かってないっていうね、ようなことですけども、うん、ちなみに前ここにね、このチャンネルゲストで来てくれたアマレス兄弟の弟の太郎ちゃんっていうのが、はい、まあ、今 R1 真っ只中なんですけど、はい、そのアマレス太郎がおしゃべりをうまくするために自分の YouTube チャンネルをやっていて、もいろんなゲスト100人切りみたいなのをやるっていうのをやったきっかけなのかな、うん、なんかそのキッズレスリングの営業みたいなの行った時に、うん、そのお兄さんの竹岡さんばっかり喋るから、うん、太郎ちゃんが子供にえコミュ障って言われたっていうまあまあきっかけみたいな。なるほどね。子供って残酷なことじゃない。あと今の子供のやっぱ言葉新しくなってるね、うん、俺らの時なかったでしょ、うん、どこまで分かって使ってるかは分からないよなんとなくこういう人はこういう風に言うんだなぐらいの、うん、まあまあ分かって言ってるんじゃないですかね、うん、ただ、うん、あれは滑らない話です、うんうん、面白いですね。鉄板エピソードです、うん、あれは相当面白いなという、はい、ようなことでございます、うん、あとはね、今日のトップニュースですね。ヨシとジョーっていうね、呼び名はヨシ・ジョーということで、日米首脳信頼構築を目指すということで、ヨシとジョー、菅義偉さんはヨシと呼ばれていてバイデンはジョーと、はい、一瞬辰吉丈一郎の話かと思ったけど、だからなんどこ切り取って言ってんの、ウラジーミルと心臓とかね、うん、ありますよね、うん、ドナルドとかね、ドナルド、まあ、そうそう、ドナルドはまだ分かるな、まあね、そうそうそう、ドナルドはまだ分かる、心臓は分かる、そうそうそう、というような、プーチンはウラジーミルはちょっと来るよ、ウラジーミル、ウラジーミル、だからあっち、俺全然分かるけど、ロシアもどっちが名前なのかみたいなのもあるしね、だから、プーチンがあるか、ウラジーミルさんって結構聞くよな、名前、あ、そうかもしんない、ウラジーミルなのかな、じゃあ、ヨジなのかな。でも下の名前もね、ヨシヒデだっているからね、うん、だからヨシ、うん、ヨシになったとこヨシとジョーはね、うん、これはね、時事通信社この見出しはね、うん、受け狙ってるだろうっていうね、確実に、そう、まあね、特にだからどうしたと思う、あ、そうですねあとあれらしいよ、はい、ケンコバさんがね、はい、スッキリで、うん、呪術廻戦と怪獣8号を紹介していたそうですよ。怪獣8号っていうのを紹介して、これはもうかなり健康さん信用におけるみたいな感じでファンは言ってるそうですけど、はいはいはい、どうですか、呪術廻戦見てるでしょ、まあ面白いね、あ、面白い、うんうんうん、まあまあ見やすいよね、すごい、俺のさ、そのアニメちょっとたまに見ようと思うんだけど、うん、その最初のアニメしたところの乗り越え方をちょっと教えてほしいね、誰か、いや、だからもうそれはもう鉄板だよ、一回もう、いや、鉄板っていうか、うん、まず大体バトルものになるやつっていうのはまずきっかけが出会って、はいはい、で今はね結構やっぱ学校行くよね、あ、学校、そのさ、うん、だからさ、はいはいはい、ナルトだったら忍者学校みたいなの行くだろ、はいはいはい、なんかさ、その鬼滅もそうだったけど、うん、ないわーいみたいなとこあるじゃない最初の、はいはい、あそこを俺ちょっと目つぶっ、なんか見たら面白いよっていう、だからあれはだからいつでも人気なかったら弾けるようにする、いやそんなことない、だからそういうことだから最初のうちにストーリーボンって作っちゃえば、だからこれで人気があればここでストーリーでいきましょうや、だからあそこでさ、ちょっとガッてなって俺全部止めちゃうんだよね、ワンピースも2ページで止めちゃったのよ、だそれが嫌だったらもうちょっと大人向けのやつ見た方がいいよね、なるほどね、うん、そこではないと思う、そうなるから俺はずっとシャモを繰り返し読むしかないっていうのがちょっと、だからちょっと大人向けのアニメ見るしかないのかな、でもね結構いろんな人言われるんだよ、いや最初だけなんだよってみんな、うん、みんなが勧めたやつをすいません最初にやめちゃいましたから、うん、最初だけなんだよ、最初超えろってみんなに、いや本当そうだよ、ね、だから、うん、だから上田君は人の話を最後まで聞かないんだよ、あー、そこは最初の入り口、作者の入り口は最初これはまずこういう人いますよ、だから、はいはい、お前に言われたくねえわ、最初に聞けまず人の話お前に言われたくねえわまずねそういうことで、うわ、だから対人だと話聞くじゃん、うん、作品になると聞かないんだよ、あ、そこはまたほら名詞で、林くんと逆なのか、うん、林くんと逆なのか、何、あの俺は怪人になると、うん、あ、なんだこの人ってたな、なんか鼻毛出てんな、話聞けや、なんだかちょっと髪の毛ちょっとセットちょっとしたなとかって見ちゃう、あ、なるほどね、ちょっとね、そうそうそう、乗り越えていこうかなと、だからドラゴンボールも最初からさ、いきなりさ、うん、フリーザ行かねえじゃん、
まあタイヤ人とかじゃないの、最初はなんとなくあの時子供だったからっていうのもあるのかもな、自分がとかってあるじゃない、うん、悠々白書も最初からところじゃないじゃん、はい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 、ちょっと 今からだったら俺も入れてないのかもしれないね、うん、だから俺が今の年齢で入ってたらっていうのは、だからもうちょっと最初からちゃんとなんつうの、うん、もう大人っぽいやつ見た方がいい、はいはいはい、なるほどね、わかりました、だったら板垣圭介の娘さんやってる、うん、板垣圭介の娘さんやってる、娘の、はい、ビースターズってそうなの、びっくりちゃんってめっちゃ面白い、あ、それ面白いんだ、うん、これもね最初ちょっと、はいはい、じゃあちょっと面白い、これはすごい面白い、肉食獣と草食獣で、はい、あ、わかりました、うん、ちょっとコブラ界の全シーズン見終わったらちょっと、あ、ちょっと見てみ、多分それに何ヶ月かかかると思う、ネットフリックスにあるんで、わかりました、見てくださいね、ということでね、うん、薬丸ひろひでさんがおじいちゃんになったということで、初孫誕生を夫婦で喜んだというニュースをですね、あら明日ちょっと丸一日と、扱っていきたいなと、これかわいいですね、いやいや、これおいしいみたいな、ね、これかわいい、あれはなんか誰か堀さんか誰かモノマネしかないですね、はい、といったところで、また明日お聞きなさってください、お願いします。